日本クルド友好議員連盟でクルド人擁護筆頭の和田政宗が日本保守党のネガキャンをしたことで批判されている。和田政宗、お前の化けの皮はクルドの剣でもう剥がれているんだから誰かを批判しても無駄だろ。この私の日本保守党への批判に対してクルド問題をどう解決するんだ。早く結果出せよ。過去の発言で批判し印象操作ってダサい。そういうあなたは今まさにクルド人擁護に必死だな、などとネットで意見が出ている。次の選挙の心配からか私は X で保守のような投稿を増やしているようだが、今後の政治家生命は大丈夫なのだろうか。